合成シャンプーや合成洗剤に使う油地中から採取した天然のままの石油のことを原油と呼び原油はそのままでは使うことができませんので精製してガソリン、軽油、灯油、重油などにして利用します石油が 原料で人工的に作られた合成界面活性剤があり。洗浄剤や合成界面活性剤は泡を立てたり、乳化保湿などの作用があって。精製した先油から多くの日用品や化粧品に使われています。原料になるのは重油よりも質が悪い油で。 重金属や汚染物質をたくさん含んでいます。重油よりも、質が悪い油は固形分が多く、アスファルトとして道路にぶちまけて、少しマシなものは、質を改良して洗剤やシャンプーなどになります。石油由来の日用品は、産業廃棄物と紙一重といったところです。 産業廃棄物を日々の生活に使えるものに変えるわけですから製造メーカーは莫大な利益が出ると思います石油由来の日用品は身体に悪影響を及ぼしまた下水処理でも分解除去できないので海へ河川をも汚染する原因となっているのです。 合成界面活性剤は2000から3000種類くらいあると言われ洗剤だけではなく食品や薬化粧品などにも多く使われていますお風呂に入って温まると皮膚からの吸収率が10倍くらいに跳ね上がることが分かっています入浴中はシャンプーやリンス ボディソー入浴剤などに触れる機会が最も多いのでそれらを購入する際には安全安心なものを慎重に選びましょう。